それではキャラクターウェアニューラルネットワークスフォーアラビックネームドエンティティコグニションフォーソーシャルメディアということで、2016年に発表された論文を修士1年の西山から発表させていただきます。概要なんですが、今回は固有表現認識に対してのアプローチですね。現代標準アラビア語という、まあ、なんか日本でいうその東京方言の言葉ではなくて、そういう方言っていうか、あのソーシャルメディアで使われるちょっとなまった語を解析することが目的になってます。そのために LSTM と CNN、CRF を使って、ネームドエンティティレコグニションのシステムを構築する。でその結果、ソーシャルメディア向けのベンチマークで従来システムを大幅に上回る結果を得られたというのが今回の概要になっています。まずはじめに固有表現認識なんですけど、固有表現認識というのは、まあ一般的には大規模コーパスからカテゴリー、例えばロケーションだとかオーガニゼーション、機関名だとか、まあ、場所だとかっていうものをタグ付けするっていうタスクになっていて、従来手法でいうと QA モデル、例えばこれ従来手法ってあのこの、固有表現認識を使うと性能が上がるとは思われているというか、性能が上がるタスクですね。例えば QA モデル、Q&A なんで質問とその答えのモデルですね。質問文には 85% こういう表現が含まれているので、それがまあ認識できればいい性能が出るんじゃないかとかいう研究だとか、まあ機械翻訳でよく知られているのはこういう機械翻訳にこのこういう表現を認識させるとパフォーマンスが向上するとか、あとは情報検索でこういう表現があるとこういう表現を認識させるとパフォーマンスが向上する、そういったものに使われています。で現行システムなんですけど、現在のシステムでいうと、普通のアラビア語のテキスト解析では今結構高性能なものができています。でそれは、大規模な地名辞典を使用するタイプで、それは、まあ、その MSA というのは基本的なアラビア語には確かに対応してるんですけど、今までソーシャルメディアへ その関心というものがあまりなかったというのが現状でした。でまたこの大規模な地名辞典をじゃあソーシャルメディア用に作ればいいじゃないかという話なんですけど、そのためにはやっぱり時間とコストが非常にかかってしまうというのが問題でした。でまたソーシャルメディアにおいて今アラビア語っていうのはツイッター上で6番目に多い言語として使用されているので、今これができることは結構有用なんじゃないかっていう話と、あと発音記号が少なくともツイッター上ではないということで、もしかしたらアラビア語にもないのかもしれないんですけど、そういった意味で非常に曖昧であって複雑な言語っていうのが問題でした。そこでこの論文ではツイッターにおいてアラビア語の固有表現認識に重点を置いた NAR のシステムを実装するというのが目的になっています。でこれは過去のツイートから固有表現を学習することで、人による大規模な辞書を用いた手法と比較して、その大規模な辞書を使わなくても性能が出るのかというのを検証します。でモデルの概要を本当にざっくりなんですけど、まずは事前に単語エンベディングを行います。この下ですね、この下で単語エンベディングを行っておいて、その、エンベディングされたテキストを LSTM に入力します。これがLSTM の層ですね。こっちがフォワード、こっちがフォワードで、こっちがバックワードですね。でそれに対してさらにキャラクターエンベディング、ワードエンベディングの他に後でキャラクターエンベディングを追加するんですけど、それも同じようにこの層に入力します。あとは次は今の LSTM の層を抜けた後は NER タグ数と同次元の層に一回投影してあげて、さらにそれを CRF に通す。でその CRF を使ってタグ付けを行うというのがこのシステムの概要になってますですね。まずそこの、さっきは単語エンベディングって言ってたんですけど、その前に文字エンベディングをこれも行っていて、文字エンベディングを行う理由っていうのが文字レベルの特徴を加えるっていうことで多くの言語において翻訳結果が改善していたというのがあります。でこの翻訳結果が改善するっていうのが、その文字単位でのなんか何かしらの特徴を掴んでいるんじゃないかってことで今回も使っています。また、この特徴としては複雑な前処理を必要としない、もうそこに文字列があればそれはもう特徴として使えるっていうのが非常に便利で、事前に何か人手で何かラベルをつけるとかそういうことが必要ないっていうのが利点です。でまたアラビア語っていうのがこの接頭辞プラス、ステムという、互換になるものと接頭辞っていう3つの単語から作られていて、非常に複雑な組み合わせが多くて、その辞書に載っていない単語っていうのが非常に多くなってしまってパフォーマンスが低下していたっていうのが問題でした。でまた従来法ではこういったものを、
除外するためというか、この問題を防ぐために文字レベルのエンベディングっていうのは今まで行われていなくて、今までは普通に単語レベルのエンベディングしか行われていなかったので、今回は単語プラス文字エンベディングを行うっていうのをやってみます。で、使うデータセットなんですけど、これはもう事前に作られていたもので、3つのロケーションとパーソンとオーガニゼーションという3つの、タグが付けられているものですね。で、訓練データは同じ年なんですけど、まあ、月が違うものを使うということです。データ書類はこれぐらいになってます。で、結果、もう結果になってしまうんですけど、結果としては、バイエル STM オンリーの場合には、のみの場合には、まあ、この程度の精度だったんですけど、これに対して文字エンベディングを加えてあげることで 3.47 ポイントの性能向上で、さらにそこに、単語エンベディングを加えることで 9.57 ポイントの改善が見られました。で、またさらにそこに CRF のレイヤーを追加することで、さらに 5.34 ポイントの改善が順番にされていきました。従来手法との比較なんですけど、大規模辞典を利用した手法がこちらの一番上の列の方で、次が、そのおそらくこの 辞書を利用した上で、さらに何らかのデータセットを使った反響シェアリ学習をしたものがこちらになるんですけど、どちらと比べても、プレシジョンとリコールフラン全部比べ、全て比べても どの点においても最高精度を獲得できています。それも、まあ、何ポイントとか、小さいものではなくて数十ポイントの差で、改善していることが分かると思います。で、これは、大規模地名辞典、これはもうあくまでもその基本的な、一般的に使われるアラビア語に対しての地名辞典なんですけど、その大規模な地名辞典を使わずに、もう本当にテキストとその正解ラベルのみで最高精度を獲得できたということでした。まとめになります。LSTM と CRF を組み合わせた、こういう表現認識システムの提案を行いました。また人手による特徴と辞書を使わずにソーシャルメディアのテキストにおける最高精度を実現しました。で、単語エンベディングと文字エンベディングを別の実験で行ってたんですけど、それによってポイントがどんどん、F1 のポイントが上がっていたっていうのが、携帯層のなんか何かしらの情報を自動的に獲得するための手法としては有用なんじゃないかっていう話と、構文情報を獲得するために CRF を利用することは、またこのシステムにおいては有用なのではないかという話でした。これについての細かい洞察はなかったんですけど、今回の実験の、先ほどのこれですね、ここの実験においてポイントがどんどん改善したっていうことで、何かしら有用な情報を得ることができていたんじゃないかという話でした。以上で発表を終わります。ありがとうございました。